にちは。ですね、今回はね、熊対策ですね。熊対策、山に登ればね、こう熊さんがいるわけですよ。いる。それで、ほとんどね、会うことはまずないんですよね。なぜかというと、結局熊の方が先に人間のもう分かっちゃうわけで、人間の気配を感じて熊の方はこう逃げちゃうんですよね。逃げちゃうから大抵の人は会わないんですね。こうやっぱり何十年山登ってる人に聞いてもね、ほとんどの人が会ってないんですよね。熊の方がもう先に逃げちゃうから。そんな中でね、やっぱり会うこともあるわけなんですね。でその時にね、どう対処したらいいかっていう話なんです。で実際私がね、やっぱりね、山登りね、やっぱもう10年近く続けてきて、やっぱりね、会ったのは2回だけなんですね。2回で、やっぱりそのうちのね、最初に会ったのがやっぱりその近くのね、七つ森だったんです。近くの七つ森行ってて、それで、その時はね、普段はあんまりね、こう日中行ってたんですけど、たまたまね、朝早く行ったんですね。7時ぐらいだったのかな、まだね。朝7時ぐらいのいつも通りね、犬2匹連れて行ったんです。行ったらいたんですよね。で初めにこう、普通に登っていったらね、やっぱり前の方で犬がワン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 って騒ぐわけですよ。で結構ほら大きな声で騒いでるから、やっぱり大きな声で騒ぐって大物なんです。大物。だからね、やっぱり犬連れて山行ってわーってすごい声で鳴かれて、こっちがビビっちゃう、また熊かみたいな感じでね、ビビっちゃうんですけれど。で、その行った時にね、犬がワンワンと吠えて、あ、なんだと思って見たら、こう子熊が出てきたんで、子熊がね、ひょこ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 って出てきて、子熊が逃げていくわけですよ。ね、子熊だけでもね、こっちはビビりまくりですよ。あってね、普段毎日のように歩いてたところにね、熊なんかいるはずないと思ってましたからね。こんな、まあなんかこの人だと近いところですからね、熊なんか本当こう山の奥の方にいるっていうあれでしたからね。で熊ひょこひょこ逃げていったら、今度は母熊が出てきました。母熊で、母熊がね、立ち上がるんですよ。立ち上がってグワーってね、こっちを威嚇するわけですよ、威嚇。で、子熊だけでもビビったのに、母親見て、うわ、もう血が凍りました、血が。初めてですね、血が凍ったのはね。で、結局、あと熊ってのはね、よくこう、まあ、体長1メートルかね、大きくても 1.5 メートルくらいなんですね。まあ、熊って、まあ、月のワグマなんですけど、月のワグマ。で、ところがね、熊のね、この大きさっていうのは、頭から尻尾の付け根までなんですよ、測るのは。頭から尻尾の付け根だから、例えば 1.5 メートルの熊でしたっていうと、 1.5 メートルですよね。私から見るとこのぐらいなんですね。このぐらいだから、まあ、そうかなって感じなんですけれど、ところが尻尾の付け根までだから、足の長さを入れてないんです、足の長さ。だから熊が立ち上がると、足の長さって 1.5 メートルの熊だけだけど、立ち上がると2メーターになっちゃうから、2メーター、わーって こんなになっちゃうけど、 1.5 メートルの熊が立ち上がると、でここの上からね、こうぐわっと来るわけですよね。だからね、もうね、助かんないですよね。そういうことがあってね、私こうビビりました。ビビって、とにかくね、熊のことをね、やっぱりもう いるんだっていうこと、それがもう前提ですからね。いるんだっていうことだから、もうビビってね、行く時にはね、わー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 騒いでいくわけですよ。結局ね、その人間がいれば分かるっていうことね、熊が先に逃げていくっていうことなんで、わー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 騒いでいってね、それでね、あっち来るなーみたいな感じでやってたんですけど、でそれでね、いろいろ調べるとね、やっぱりすごかったわけですね。何がすごいかというと、とにかくこう速さです、速さ。なんかね、ほらこう丸くてもっからもっからしてね、のそ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 歩いているような感じなんだけれど、速さがものすごくて、100メーターをね、何秒ぐらいで走ると思いますか、100メーターね。まあ人間で一番速くて9秒6とかぐらいでしたか。で結局ね、100メーターをね、6秒台で走るっていうね、6秒台で。なんか時速になるとやっぱ60キロぐらいでもね、走るんですね。だから人間60キロで走れないですからね。だから
絶対逃げちゃダメなんですね。結局逃げるから追いかけてくるっていうかね、あれはこう逃げるものをね襲うっていうのがそれそういう習性があるわけですから、だからこうね、例えばこう2人でね、2人の人間がねこう熊に会ったね、1人はもう腰抜かして動けなくなってしまって腰抜かしちゃって、もう1人はねダッとねダッとのごとく逃げていったね、どっちを襲われるかってなるとどっちだと思いますか？そうなんですよ、逃げた方が襲われるんですよ、腰抜かした方じゃなくて、結局逃げるから追いかけられるっていうことなんで、絶対逃げてダメなわけなんですよね。で、まあ私もね、その熊に会った時はね、たまたま犬がわーって言ってくれたんでね、熊は一応威嚇はしたんだけど、あとは逃げていってくれたんで、私もその時血が凍ったから、下手すると逃げたかもしれないよね。そうするとガーッと来られたかもしれなかったんですよね。まあそれで、あとはね、まあよくあるのがね、やはりこう、よく見て、まあ、背中を見せないでね、あと後ろをこうねゆっくりね、後さずりする、まあそれがねいいっていうことはね、まあ分かったんですけれど、あとはそうですね、あとはね、結局熊ってのはね人間を恐れてるっていうんですよね。恐れている、なぜかっていうと、まあこっちもね熊は怖いわけなんだけど、熊もね人間を怖い、だから人間が近づくとすぐ逃げちゃうっていうことなんですけどね。でなぜかっていうと、まあ人間はね、ほら山、例えば山登りとかしてても、山にねその辺にも熊がいるとか全然ねいても気づかないわけで、人間はね鈍いから、だからまあ熊はねさっさと逃げちゃってるんだけど、ただやっぱり逃げながら人間のことをよく観察してるわけですよ。なんかね変なのが来たみたいな感じでね、あんま見たことないなみたいなのが観察してて、それで人間を見るとね、この普通のねこの動物っていうのは、例えばウサギとかシカなんかでもやっぱ常にこうキョロキョロしてるわけですね。キョロキョロしてこう逃げる準備をしてるわけですね。なんかあったらガサガサって逃げるみたいな感じですからね。だからこうクマもねこう見てて、ああなるほど、あれはもう弱いから逃げるんだなっていうふうにね思ってるわけですね。ところが人間はね、そんな全然ほらスネークの鈍いから、ただねこうただ歩いてるだけです。他その辺動物いても全然気づかないあれですから、だからこう堂々と歩くんだけどね、クマから見れば、あんなに堂々と歩いてるのはね、あれはすごく強いからだっていうふうにね勘違いしちゃってるっていうんですね。だから強いからああいうふうに堂々と、ああこれ強い、危ない、逃げようって感じなんですけれど、あとはそうですね、その、例えば林業の人たちがね、このでかい木をねこのチェーンソーでやって倒していくわけですよ。でそれなんかクマが見てるわけで、あんなね、俺たちがね、その人も人もびくともしない木をね、どん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 倒していく。なんて人間がすごいんだ、なんて怖いんだっていうことですよね。あとはね、例えばその林道なんかをね、こう車でブワーッと行くわけですよ、人間がね。で、なんかこう、山の中ね、ぐわーっとね、でかいものがね、ぐわーっと行く。あれ何で怖いんとね、よく見るとその中から人間が降りてくる。だから、あ、人間はね、あんなものに乗ってね、なんてもう強いんだ怖いんだみたいな感じね、そういったふうにね熊がね勘違いしちゃってるっていうわけですね。だから人間を見るともうすぐ逃げちゃうわけですよね。まあそれならばいいんだけれど、やっぱりね、この襲われる人もいるわけですね。襲われるっていうのは、やっぱり一番多いのはやっぱりその山菜採りですか、山菜採り。まあほとんど山菜採りですよね。山登りする人たちは本当にね、ほとんどないですよね。やっぱりほら、もう山登ってて大抵登山道ですからね、登山道ばっかり行くわけですから、ね、登山道っていうのはいつも人間がね、こう通ってるところだから、あんまりやっぱり熊も寄ってこないわけで、あの辺は人間が通ると思ってるから。ところがほら、山菜採りはもう、山の中も駆け分けていくわけですから、で結局熊も山菜を食うわけですからね。で熊も山菜を食いに行ってですね、その山菜を人間が取りに行ってる、バッティングするわけだよね。当然バッティングするから、で普通はねやっぱりこう人間がガーッて行けばね、こう熊は気づいてこう逃げちゃうんだけれど、ただねあれだって言うんですよね、その熊はねこの
やっぱほら山菜だからね、大した栄養ないわけですから、それをねこう食べるんだけど、やっぱりねこういっぱい食うそうなんですね。いっぱい夢中になって食うそうなんですよ、クマはね、当然ね、うん、でいっぱい夢中になって食ってる時だから、人間が近づくのは気づかない、うん、で気づかないかどうかっていうと、あとね、それで人間がねこう野望をガサガサかき分けてねこう来るわけですよ。でクマは食べてる時にね、そこガサガサってね、あの怖い人間が来たっていうことでね、すごいああって思って、結局ねクマは逆にね襲われたと思うそうなんだ、襲われた、あだからクマは襲われたから、ああ襲われてしまったって、ね、怖い人間だけどしょうがないからね、もう反撃するってこう反撃するわけですよ。あところがね、もともと人間はほらやっぱクマなんか怖いわけですから、そこがたまたま会ってしまったら、クマがわーっと来る、ね、来るもんだからわーっと逃げてしまうわけで、当然誰でも逃げるわけですよ。で逃げるからね、あれあんなに怖い人間だけど逃げていくから、じゃあ襲っちゃえっていうことになっちゃってね、ガーッとね、それでまあやられちゃったわけですね。ところがほらね、この簡単に追いつくわけですよ、クマにしてみれば。人間なんか遅いわけですからね、簡単にね捕まるし、あ簡単にねもう やれるシーンっていうことでね、で、あとはね、であとほら結局ね食べたいなんかするわけですよ、ね、でね食べてみると、あなんだ美味しい肉だっていうことでね、あそれからもうなんだ、クマにとっては人間はね餌になってしまうんですよね。だから一回ねそういうふうに、ね、人を襲ったクマっていうのはもう人間は怖くなくてただのね餌なんだっていうふうにねこう認識してしまって、次々と襲っていくんですよね、人間をね。だから一回その、ね、人を襲ったクマっていうのはそういうふうになっちゃうから、もう必ずねこうやあの、まあ、処分しなきゃいけないということなんですよね。ただ処分もしやすいっていうことなんですよね。だからもう人間を怖がってこうやって寄ってくるから、もうね竜で持ってバンってねすぐにねやられるっていうことなんですけれど、あとはねこのクマはね、人間を襲う時にはね、まずどこを先に攻撃するかって決まってるんです。で私もねこの新聞とかこう読んでみると、こう熊にをねこう襲われたというちょっとこう、まあ、このまあねどこでも今ありますからね、結局住宅地の近くまで来てるわけですから、それでこうやってこういろいろ見てみると、大抵の人がねこう顔引っかかるんですよ、顔を引っかかるわけで、だからなんでなのかな、まあ、みんな顔引っかかれてるなということでね、それでやっぱり調べてみたらね、結局あれなんですよね、そのまあね結局ガーッてこう来てね、人間の方が大抵でかいわけですからね、大抵でかいでわざわざ立ち上がってねガーッて顔引っかくわけですから、なんか理由があったわけなんですよね。でその理由はね結局頭が人間の急所だってのを分かってるってわけですよ。だからねもう一発で殺すみたいな感じで、とにかくその急所を狙ってくるから、で頭ってこう来るから、それが結局顔に行っちゃうってことなんですよね。ねえ顔なんかね引っかかれて終わりですよね。まあ、そういうわけで、クマはね必ずね頭狙ってくるわけです、頭顔狙ってくる、だから、例えばねもうガッと襲われてしまって、で最後の最後にはね結局もう頭顔くるってのは分かってるから、結局こうやってね頭と顔をねこういう感じで頭と顔をね最後の最後こうやってねカバーするようにしなければいけません、ね、カバーしておいてください。ね嫌ですね、顔なんかねやられたらね。まあ、そんなわけで、ね、最後の最後はそれをするということですね。だからね結局なんだ人を襲うクマっていうねこう本があるわけですね、人を襲うクマ、まあ、それ見たらそれをそんどるはねたまたまやっぱりこの、登山客がね襲われちゃったんですよね、襲われた、でそれは乗鞍岳ってね、まあ、100メーター一つになってるこう有名なところなんですけど、でそこ乗鞍のね、まあ、頂上まではねあれなんでこうバスでしか行けないんですよね、もうね
でバスに乗って頂上の近くまで行くと、あともうちょっと歩いてね、その頂上まで行けるっていう感じで、で上の方はね、もう草木がないんですよね。もうね、もうガレ場だけになってて草木はないんだけど、まあ、そこにはねやっぱり草木がないわけだから、熊は来ないんだっていう風なねことだったんですけどね、そこがそこに来ちゃったわけですよね。でその時はたまたまね、こう下の方でかな、下の方でこうバスがね、こうバスとぶつかってるらしいんですね、クマがね。でバスとぶつかってもうカーッと来て、ガーッとたまたまほら頂上に来ちゃったんですよね。で頂上にはほら何百人もお客さんがいて、でそれで、ね、やっぱりなんかガーッとこう手当たり人を襲っちゃったらしいんですよね。襲っちゃって、その時は8人かな、8人が結局この、まあ、怪我しちゃった、まあ、死んだ人になかった、怪我しちゃったんですね。でもねやっぱりひどい、怪我した人がいてね、なんか初めそのクマがね、なんか女性のね、なんか登山客を襲ってたらしいんですよね。それでね、やっぱりこの女性客が襲われてた、おばね、なんかおばちゃんがこう薄ぶてになったところをね、こう上から襲われたらしいんですよね。で、他にもねいっぱい、まあその登山客がいたんですけど、その人がなんかこう背かなんかこう叩いたり突いたりしたらしいんですよね。でそうしてるうちにね、こうあのその女性の客からこうクマが離れたらしいんですね。で自分も逃げようとしたら、もう目の前にいたっていうわけですよ。クマがにガーッと立ち上がって、それでこう一撃を食らったそうなんですよね。まあね、まあ、やっぱりクマはむちゃくちゃ速いんですけど、だからそのもう速さにもうびっくりして、いつの間にかもう目の前にいて、でグワッと一撃を食らって、その一撃でもう目玉がポロッと落ちたし、なんか上の歯が全部なくなったそうなんですよね。一撃ですよ、一撃ね。えたった一撃でそうなるっていうことなんでね。ということでね、熊はね、頭顔狙ってきますので、必ず、頭と顔これ守ってください。であとはね、やっぱりこの熊よけですよね。やっぱり、まあ、会わないためにどうするかということでね、よく熊鈴とかあるわけでね、こうチリンチリンとかね、ジャランジャランと鳴らしていって、熊がね、こっちの、ね、存在を築いて、熊がさ、ね、先にこう逃げてしまえる、逃げるようにね、そういったことをするということなんですけれど。で、まあ私もね、こう一応熊鈴はあれなんですけれど、まあ、その他にはね、こういうのも持ってます。これですね、これはね、カウンターアタックと言いまして、熊よけのね、スプレーですよね。こういう感じです。ここにこう、ストッパーがありましたね。まあ、これを外してこれをシュッと押すわけですね。でこれあれどうなる、これをやるとどうなるかというと、ここからね、あの、唐辛子のエキスがね入ったね、スプレーがシュッと出るわけですね。シュッと出て、それをクマに吹きつけるわけですよ。吹きつける。でこれはね、10メーターぐらい飛ぶね。10メーター、一応10メーター飛ぶんですけれど、でそれをクマに吹きつけるとどうなるかというと、これがね、目とか鼻とかね、ここから入るともう大変なことになっちゃうわけですよ。多分目に入れば失明すると思いますね、これは。まあで結局もうライオンでもね、もう、ハイログマっていうかヒグマでもね、みんな逃げていくってやつです。うまくねこうかかればね。でこれをね、こうベルベこうやってベルトをこうやってつけておくわけで、ベルトとかつけておいて、これでもういざという時にシュッてやるっていうことなんですけれど、でこれがね、いくらすると思いますか、いくら。これも面白いんですよ、話すると、ね、これからこういうものがあってね、これやるとクマ逃げていくんだよ、これであればいいんだよっていうことで言うと、それでこれいくらすると思うって聞くとね、やっぱりこれ面白いね、当たんないですね、大抵の方が当たんないわけですね。まあそうですね、やっぱり 2,3 千円が多いかな。2,3 千円くらいって言うんですけれど、いやいや違うよ、もっと高いですね、もっと 5,000 円くらいするのって、いやいやもっとだよなんてね、ってなってね、
まあね、例えば3000円くらいって言ったら、うん、その4倍くらいだよって言われて、って感じだね。結局1万2000円くらいするんですよ、これ1万2000円ね。うん、だからね、であと、まあそうですね、1万2000円は誰でも買えないかもしれないですね、うん、私はほら実際熊に会ってもうビビって思いがあるので、もう買うで買ってますからね、うん、でまあ最後の最後はこれを使うということなんですけれど、ただね、あれなんですよ、結局まあ、10メーター飛ぶっていうことは、結局熊がね10メーター以内に入ってこなきゃいけないわけだ。10メーター以内に入ってきて、それで、これどのくらいのね、この時間出るかっていうと、ね、やっぱりそこで、うん、やっぱりね、5分くらい出るのとかですね、まあね、5分くらい出てもいい感じですよね。うん、ところがこれね、5分じゃなくて、たったの5秒なんですよ。5秒。5秒間しか出ないわけですよ。あ、だから10メーター入ってきた熊にね、ああこんなことやってたらね、それで 5秒なんかすぐですからね、だからね、うまくね、その5秒いないっていうね、うまくね、顔に隙つけなきゃいけないわけですよ。だから10メーターなんか入ってものすごい速いですから、熊なんかね、10メートル前ピョーン飛んでくれますからね。だからね、まずね、無理なんじゃないかっていう感じなんですよね。これあってもね、10メートル以内に入ってきたクマを、ね、うまく顔にかけられるかっていうね、そんなよよ慣れてる人でもどうかな。慣れればですよ、こんなことはね、慣れる機会なんかないですからね、まずね。だからこれはそうですね、もうまあ、最後の最後の気休めってところですかね。私は今1本なんですけど、もう1本買ってこう二刀流にしようかなと思ってね。そうすれば、まあ、1本失敗してももう1本でできるということでね、そのぐらいですね。まあ、そのぐらい必要だと思ってます。で、あれなんです、その、今ほら、あの月のワグマでございますね、ちょっと話したんですけれど、やっぱり月のワグマはね、やっぱりほら、月のワグマでやっぱり人間は結構ね、こうでかい人間の方がでかいですから、大抵ね、あくまこの子でない人間はこうなってるんですからね、だからあれなんですけれど、で結局やっぱり人間をね、こんなびくね、一発で仕留めようということで、こう顔を狙ってくるということで、急所の顔を狙っていくってことなんですけど、ただね、あれですけど、北海道行くとヒグマがいるわけですよね。月のままでヒグマ、ヒグマの方がもうね、2倍3倍ぐらいでかいですから、でそうするとね、どうなるかというと、ヒグマの場合はね、人間をね、一気に殺さないっていうことなんですよね。結構でかいからね、でかいから一気に殺さなくて、どういうふうにして人間を襲うかっていうと、まずね、これのしかかってくる、そのやつです、のしかかって。のしかかってきて、それから、ね、動くとこう食うっていうことなんです、動くところ。だから、ぐわーっとのしかかられて、それからね、手バタバタしてたら、手を食われるわけですよ、そのまま。このままで頭振ったらね、頭を食われるんですよ、食われる。だからね、生きたまま食われちゃうわけで、生きたままガッと殺してそれから食うんじゃないんですよね。ね、生きたまま食われる、それがねヒグマに襲われるっていうことなんですよね。だからね、やっぱり生きたまま食われることを考えたらね、1万2000円でね、それを逃れられてなればね、やっぱり必要なんですよね。ところがね、結構ね、やっぱり使う機会がないわけですよ。なかなかね、熊に襲われることってのは登山客は本当にないですから、ないですね。で、たまたまね、その襲われる、まず持ってる人はまずほとんど持ってないです、ほとんどこれはね、ほとんどは持ってなくて、ね、それでたまたま持ってた人がたまたま使う機会があるっていうことはないんですよね。そういったこの例がね、これで助かったとかっていう例がちょっとあんま聞かないんですよね。だからまあでもね、確かにこれはね、最後の最後でね、私はまあ持ってるんですけれど、とはね、それのこのスプレーの他にもね、こうまあ熊よけの方法があって、まあ本当にね、こう熊鈴とかがね、今一般的なんですけれど、ただね、その
ある人に言わせるとね、今やっぱり熊鈴ねつけてるのが当たり前みたいな感じで、結局ねその、チリンチリンジャランジャランっていう音もね、やっぱり熊にとってはね、やっぱりもう慣れた音になってしまってるっていうね、そういった話もあるんですよね。だからやっぱりその、山菜採りに行く人たちはみんな つけてるわけだ、つけてるんだけど、つけててもねその、熊鈴つけても遅いということなんで、だから、他にね何かない方法ということで、これは北海道のね漁師さんですね、漁師さんで、熊に会ったらどうするかかな、熊に会ったらどうするかっていうね本に書いてあったんですけど、それじゃあもう漁師でねプロなんですけれど、で、やっぱりねこう熊会いたくないような時とかね、やっぱりこういうのを使うっていうんですね。でもね、ただのペットボトル、ただのペットボトルなんですけれど、結局その、ジャランジャランチリンチリンっていうね音っていうのはもうクマも慣れちゃってるから、あまた人間が来たなみたいな感じになっちゃったやつで、でやっぱりねそのまあよくある音になってね、全然ねあまたかみたいな感じになっちゃってるんで、これがねいいっていうのはただのペットボトルなんですけど、これをどうするかっていうと、これをねこうやって押すだけで変な音が出るわけですよ。山の中ではね、切ったこともないような音が出るわけですよ。これでクマがやっぱりビビっちゃうっていうんですね。ねやっぱり下手な鈴、まあ鈴もねやっぱりうるさいですからね。あれしかベンチャーハンジャランジャラン、まあラジオとかもねジャランジャランジャランガガガガってうるさいわけですからね。だからこれはねその時々こうかなくてくれれば、これでこう見えてもらえるってね。だからこれは本当にいいですね。こうやってやっぱりまあフックをつけてね、こう腰のあたりにつけてもらってね、こうやって時々ガラ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 となるしね、なんかこう、あやばそうなガヤブとかね、なんか茂みとかがあったらこうやってガラ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 、あそれでもう逃げてってくれるんだね。やっぱりねその、本物のねプロがねこれがいいっていうんで、まあ、私はこれで本当にお金かかりませんから、これはおすすめですね。ただのペットボトルで音だ。そして、これを腰にぶら下げてるんですね。いつでもすぐに出せるようにということでね、ただ本当にね 5秒しか持た5秒しか出ないんで、本当に最後の最後ですね。あんまりねその遠くからやっても意味ないんで、で下手するとねこう風でねこう、まあ、風あってね風がこっちに来たらこっちにかかっちゃいますからね、目に入ったら失明ですから。あとはやっぱりね、子グマですね、注意しなきゃいけないのはね、子グマ。まあ、子グマ自体はね、可愛いんですよね。まあ、小さくて可愛くて、あとね、人間を恐れてませんので、こう近寄ってきたりするんですよね。あ、可愛いなって見てる分にはいいんですけど、ただ、やっぱり子グマがいればね、必ず母グマがいるんですよ。近くに母グマがいて、見えなくてもいるわけですよ。だから、絶対近寄っちゃダメですね。近寄ればね、こんまになんかするんじゃないかということでね、ガッと襲ってきますから、だからこのままいても絶対に近寄らないで、あとはねこう周りをよく見ながらね、母馬かいないかどうかって見ながら、とにかくねこの馬から遠ざかってください、ね、そうしたら大変になります、大変なことになりますから、で一番危ないのはね、結局こんまがいました、こんまがいて、その反対側に母馬がいる、これが一番危ないですね。この、また母馬の間に入ってしまってると、まあ俺もねたまたまなんですね、たまたま入ってしまってると、あの子馬を守るためということで、母馬はねガッと一気に襲ってきますから、一番危ないパターンですので、まあそういうわけですので、子馬にいてもね、近寄らずにね、とにかくね、離れてください。まあそういうことでね、本当にね、熊対策はね、もうバッチリやっておかないと、本当にね、まあ本当に最近はね、住宅街のね、近くでね、熊に襲うということもありますので、なんかどっかで、青森か秋田でね、本当にこう、住宅地の自分の庭にね、熊がいてね、そこで襲われてね、大変な怪我をしたって人もね、いましたけどね、まあ、ですからね、まあ、あんまりね、ちょっと考えられないんですけど、まあ、そういった時でもね、やっぱりね、最後の最後にはね、こう頭と顔を守る、
これをやっていただけるからね、被害はね、少なくなるんじゃないかと思います。やっぱりね、こうできることはやるということでね、こういった熊よけ、ね、グッズを持つということでね、まあそういうことで、今回はね熊対策ということでした。よろしくお願いします。視聴ありがとうございました。まあ、そういうわけでですね、皆さんも山登るときには、できるだけね熊対策、これをね、怠りなくやっていただきたいと思います。あとはこれからですね、あっちのこう海岸通りでですね、まあ、サイクリングにねちょうどいい道路があったんで、まあ、そちらの方とかはねちょっとサイクリングとかやって、まあ、その様子とか撮ってみたいなと思っています。まあ、できればね、あとはもう何だあれですわ、キャンピングトレーラーとかできたらね、そっちの海岸の方行ってね、キャンプもやってみたいなと思っています。はい、あとはね、こういった最近撮ったのもありますし、こう従来のとかもありますので、こちらもよろしくお願いします。